こんにちは。渡辺はじめ作残書僕の傾注記の第28回目です。今日は青年塾のことの第3回目をお送りします。僕たちは次第に仕事の要領を身につけ、余裕も出てきました。レールをよっこするときは鉄のテコなどを使ってみんなで呼吸を合わせて少しずつ動かすのですが、誰かが、おらいの母ちゃん、鉄板だ、やーれまかせ、さの、やんよ、やんよ、などと面白い音頭を取りました。僕は母ちゃんが鉄板だとはどういう意味だろうか、と考えたがわかりませんでした。みんなわかって叫んでいたのでしょうか。仕事のリズム、力の入れどころと気を抜くところなども覚え、それらは今でも我が家の除雪の仕事をやる上で生きています。ああ、これはあの石炭積みで覚えた呼吸だ、と時々思い出しますが、あの頃は今のような息切れはありませんでした。長年レールを敷く仕事をしてきたという会社のおっさんを観察したことがあります。むっつりとして笑顔を見せぬ方でした。彼は平地を歩くとき、一歩一歩必要以上に足を高く上げて歩くのでした。それは線路を歩くとき、枕木を一つ一つまたぐので、長年の習慣で線路のないところでもそのようにして歩くようになったものと理解しました。それからこれは楽しいことでしたが、朝、桟橋に到着すると、ほんのわずかの時間を見て、すかさず桟橋の上からカニを取る仕掛けを下ろします。そして昼休みに引き上げ、ストーブで焼いて甲羅のまま食いました。仕掛けとは太い針金の輪に網を張っただけのものに、ニシンの頭をくくりつけ、荒縄で吊り下げ、そこに沈めておくのです。それを3つくらいやっておけば、少なくとも1匹は取れました。荒縄をそーっと手繰り上げ、水面近くになって、カニが気づいて逃げようという素振りを見せるや否や、もう急いで引き上げます。空中では、カニの足は網の目からだらしなく伸びているだけで、到底逃げられません。焼けたカニのどの部分が誰に当たるかは、じゃんけんで決まります。僕たちは当然、ハサミや足ではなく、甲羅のところが当たれば喜びました。僕自身はこの時の体験で、カニというものは味噌のあるところがうまいということを知ったのです。今、僕は毛ガニや花咲ガニを食べるとき、足などはどうでもいいのです。カニを食い、大豆のいっぱい入った飯を食らった後は、桟橋の下で泳ぎました。僕はそこで初めて横泳ぎを覚えました。大豆の飯で思い出しましたが、それは豆ご飯というよりも誰かがご飯豆と称しているほどのものでした。米は大豆のつなぎにわずかしか使っていないので、見るからに豆ばかりでした。しかし大豆は粒の大きい立派なもの。それにしても、見事な炊き方で、米粒の粘りで豆はバラバラせず、しっかりと団子になっていました。和光くんが歌っていたのが記憶に残っています。四百余州の古事記、お椀持って角に立ち、おばさんまんまをくれ、豆の入らないまんまをくれ。その和光くんですが、こんな伝説が残っています。彼が浜灯籠で何をしでかしたのかわかりませんが、先生から罰として何人かで帰路は汽車に乗らず歩いて青年塾まで戻るように命じられたとのことです。彼は鬱憤やる方なかった。時、あたかもエストルからバスがやってくるのが見えた。彼はバスが近づくや、屋庭にズボンを下げ下ろし、ふんどしを横にずらして脱糞を始めた。バスは急停車した。
その後のことは不明という伝説です。今日はここまでにいたします。ご飯豆の毎日には、焼きガニはさぞかし楽しみなことだったと思います。今もサハリンは豊かな水産資源に恵まれているようです。ではまた、ありがとうございました。